24日、女子ゴルフ宮城テレビバイダンロップ女子オープン第1日、宮城県リフ町、リフ GC、渋野ひな子、22、イコールサントリーイコールが4バーディー。ノーボギーの68。4アンダーで首位と2打差の6位でスタートした。前週優勝の西村優奈、21。 イコールスターツイコールが6アンダーで単独首位に立ち。前週2位の上竹希望、23イコールさ。ここを綾香21イコール富士通イコールら4人が1打差の5アンダー2位に並んでいる。稲見萌音は出場していない。この日の渋野雛子のゴルフに好きはなかった。えっと。 勉強させてもらったのは、日本では先週初日に回った、モネ。稲見モネです。ステディというか、危なげない。ボギーを打つリスクの少ないゴルフをしていたと自身の4、バーディー。ノーボギーのゴルフへの影響を説明した。米ツアーでは個人4ですね。 パー号ーのセカンドからピン位置を考えて打ってる。1番でピンそば1.5メートルにつけ。いきなりバーディー発進。でも逆になんか怖いなと思いましたと笑顔で振り返った渋野ひなこだが5番で3メートルを沈め。中盤のピンチを成長一いアプローチと、 渋谷な距離も決められたパッティングでしのぎ切った。17。18番の上がり連続バーディーで68。2019年11月大王、静子エリエールレディス以来の部へ。期待も膨らむスタートだ。難しいアプローチを残さないマネジメント。 確率の高い方法を選択しての攻め。銀メダリストと元世界ランク1位を教科書に。初日のスコアを作った渋野日奈子。この日は食べたすぎる仙台メーカー、萩の月を買って帰ろうと思え今からす。と。自分へのご褒美までマネジメント済みだった。 渋野ひな子は19年11月以来の5勝目68、デニサ6位と好発進、モネの危なげないステディーなゴルフがすごく勉強になった、唯一の東北開催の女子ツアーが、1日上限1000人の有観客で開幕した。2019年、AIG 全英女子オープン覇者の渋野日向子、サントリーは4バーディー。 ボギーなしの68をマーク。首位と2打差の4アンダー。6位と19年11月以来のツアー通算5勝目へと好発進した。風が強く、グリーンは固く小さい難しい条件の中、22歳は粘り強さを見せた。1番で、 第2打をピンした 1.5M につけて、バーディー発進をすると、5番も残り166ヤードから、6アイアンで、右下 3M につけて伸ばした。17番は、右下 4M につけて、バーディー。最終18番は残り125ヤードから7、アイアンでの3打目が、 高々と舞い上がってピン右1メートルを刺して、バーディー締め。スイート2打差の68でのコースタートに、風の強い中、ノーボギーで回れたことがすごく嬉しいです。パッドがすごく安定していた。18番は、パー5で唯一取れたのは、すごく、嬉しいと会見場で笑顔で振り返った。 2019年大会派者、柏原と、賞金ランク2位の小祝いと同じ大会、最注目組でのラウンド。東日本大震災から10年を迎えた。東北のギャラリーから温かい拍手と声援を浴び続けた。最近は2日目で叩くことが多いので、明日も目の前の一打に集中して、 欲張らずにやることと25日の第2ラウンドも粘り強いプレーを約束した。前線から2ラウンド連続でボギーなし。グリーンを攻める時の外し方などのマネジメントが走行しているという。きっかけは東京五輪銀メダリストの稲見もねだった。前週の初日に同組で回り、 モネの危なげないステディーなゴルフが、すごく勉強になったと、渋野ひな子は言う。この日の8番は、グリーン右のラフから、約15ヤードの3打目のアプローチを70センチに寄せて、パー。9番は 1.5M のパーパットをねじ込んで見せた。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。